日本で糖尿病が強く疑われる人は2012年調査で950万人と推定され、1997年の調査以降増加を続けています。一方、糖尿病の可能性を否定できない人は初めて減少に転じましたが、依然として1100万もの人が該当します。糖尿病は慢性の高血糖状態を特徴とする症候群です。血糖値の調節には膵臓のランゲルハンス糖 β 細胞から分泌されるインスリンが中心的な役割を果たしています。食後に血糖値が上昇するとインスリンが盛んに分泌され、肝臓や筋などの組織へブドウ糖の取り込みを促進して血糖値を低下させます。1型糖尿病はインスリン分泌不全によってインスリンが絶対的に不足することで引き起こされる高血糖です。自己抗体やウイルス感染などによって β 細胞が破壊されることで発症します。2型糖尿病は β 細胞のインスリン分泌低下や各組織でのインスリン感受性の低下、いわゆるインスリン抵抗性によって引き起こされる高血糖です。糖尿病全体の 90% 以上を占めています。その他、妊娠糖尿病や特定の機序疾患による方もあります。2型糖尿病の発症には遺伝因子や環境因子が関与しています。環境因子は肥満や食事内容、運動不足など生活習慣に起因するもので、インスリン抵抗性を増大させます。こうしてインスリンの作用が不足し、高血糖が引き起こされます。また高血糖による糖毒性がフィードバックされ、病態をより悪化させてしまいます。糖尿病の診断基準は早朝空腹時血糖値 126mg/dL 以上、 75g 糖負荷試験2時間値および随時血糖値 200mg/dL 以上の3項目のいずれかに加え、ヘモグロビン A1C 6.5% 以上を満たす場合です。また3項目のいずれかに高血や多飲、多尿、体重減少といった糖尿病の典型的症状や確実な糖尿病網膜症がある場合、なくても別の日の血液検査で異常が確認される場合にも糖尿病と診断されます。さらにヘモグロビン A1C 6.5% 以上で別の日の再検査で3項目のいずれかに該当した場合にも糖尿病と診断されます。高血糖状態が続くと血管の内皮機能の低下や平滑筋細胞の増殖、血液粘度の増加、赤血球変形能の低下などが生じ、血管系が障害されます。血管系の障害は毛細血管や最小動脈が障害される最小血管障害と、冠動脈や脳動脈などが障害される大血管障害に分けられます。最小血管障害は特に網膜や腎臓、末梢神経に現れます。これは糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害と呼ばれ、糖尿病の三大合併症と称されます。糖尿病神経障害は早期から出現し、頻度も高い合併症です。神経繊維が障害され、興奮伝導が低下します。知覚神経障害では、しびれや疼痛、知覚鈍麻など。自律神経障害では、起立性低血圧や勃起障害、消化管運動障害などが見られます。網膜症では眼底出血が起こり、進行すると失明してしまうこともあります。糖尿病網膜症は日本の失明原因として多く、緑内障に次いで第2位です。腎症では糸球体や小動脈が硬化して尿中にタンパク質が現れ、進行すると
人工透析が必要になります。糖尿病腎症は透析導入の原因の第1位です。大血管障害では脳梗塞や心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症などが発症しやすくなり、生命予後が著しく悪化します。これらの慢性合併症を防ぐには早期からの血糖コントロールが重要です。